はっきり聞いちゃいますけど、月収？ああ、どうですか？どのくらいの月収というか年収は。予算からいきましょうか。はい、じゃあ僕、はい、まあ、もちろん波はあるんですけれども、平均的に月20万から30万円ぐらい、ね、わすごいじゃん、あ、すごい、初任給以上はあるじゃん、ね、それと芸人の給料でなんとか生活できるっていうのね、はい、マサヤさんはいかがでしょう。はい、私はあの芸人収入の50倍です。50倍、芸人収入気になるな。そうだよ、確かに。芸人収入すら1万円でも50万なんですね。そうだね、めっちゃ儲かってんじゃない。2万だったら100万じゃん。儲かってますね。かなり儲かってるでしょうね。なんだろう、滝沢さんどうですか。僕はちょっとオープンにするなって言われてるんですけど、例えば、まあ、芸人と副業だったら10ゼロですね。もう10ゼロ、副業の方がもう10です。10です。芸人の仕事はもう全くないんで。マジですか。そんなことないです。今日もそうじゃない。今日だから この話をするってことを、その副業にすると10ゼロだから。それは普通です。芸人としての話じゃないから。面白いこと言ってくれって言われないんです。芸人と怒られるんですよ。あ、お仕事の内容を説明しに来たんです。仕事の代表者来てだけなんで。ふざけちゃダメなんだ。全員面白いこと言っちゃいけないグループですから。そんなことないですよ。絡めて面白おかしくしていいですよ。それもちょっとなくなったりしますから。三織さんは。僕も牧雄さんと一緒、30万円前後って感じです。一番わかんないな。仕事が。まあね、わかんないね。普段の、お笑いの衣装なんで、うん、はい、その仕事用の服っていうのがないんで。ないんだ。お笑いの衣装がなんかルパン的な衣装だなと思って。確かに。どういう。映画版ルパン。映画版の。僕まあちょっと前後ありますけど、500万前後です。500万。月500万。増えない。月で。それ本業で超えるの結構大変ですよ。500万。5000万あるってことや。これ6000万か。めちゃめちゃ持ってる。そうですね。すげえ。すごい。もう周りが憧れの顔になってんだよ。副業に集中してたら気づいたら5、6千万になってました。何やってんの。ゆうすけ恥ずかしそうにするんじゃないよ。その副業紹介してくださいよ。でも芸人さんってこう下に見られなきゃいけないから、あんまりこの収入言ったりしないじゃないですか。もう言うんだよ。だから得はないですよ、これ言っては。確かにね、座り方がもう偉い感じなんだよ。ワンランク上の人の座り方なんだよ。そっち側に戻る気はないですから、もう。みんな背もたれつけてないのにさ。芸人さん背もたれつけないんじゃないの。焦りがないよな。さあ、さあ石原さんどうですよ、はい、僕も本当に前後がすごすぎるんですけど、100万の時もあれば、5000万とか。単位がえぐい。じゃあ売り上げだ、売り上げだ。5000万、会社を経営してるんですけれども、